私の名前は佐野遥、普通の会社員だ。道夫とは付き合って2年、ついにプロポーズされた。結婚してください。大切にします。うん、私も道夫を大切にするからね。そう言ってお互いの両親へ挨拶に。うちの方は滞りなく終わったのだが、夫の家に行くと、これから道夫をよろしくね。俺に似て不器用な男だが、きっとあなたを裏切ることはないと思うから、どうぞよろしくお願いします。義両親はとてもいい人だった。問題は妹のゆかだった。どこに勤めてんの？ああ、税務署です。は？どんな仕事してるわけ？今の担当はタバコ税と酒税の。は？酒とタバコ？なんかいまいちゆかは私の仕事を理解していないみたいだった。そう。それからはなぜかニヤニヤ。税務署なんてしっかりしたところに勤めて立派ね、なんて義母は嬉しそうにしていることも頭に入っていないみたいだった。それから結婚式もやることになった。私はずっと自分の満足する式をやりたかったので、すごく張り切った。お料理も完璧だし、よし。そして当日、いろんな人が来てくれて祝ってくれた。両親も義両親も大喜びしてくれる中、事件は起きた。私、新郎の妹でゆかって言います。ちょっとお話ししませんか？何やってんだゆか。なんと義妹がベロベロに酔って男性たちに絡み始めたのだ。義両親も真っ青になり、慌てて止めてくれた。あんた何してんの？外に出ろ。やめてよ、結婚式は出会いの場なんだから話してよ。親戚たちも手を貸してくれて会場の外へ。そのままゆかを戻さないようにしてくれた。本当にごめんなさい。はは、許しますとは言えなかった。だってかなり準備して楽しみにしていた式だから。終わるなり夫も何回も頭を下げてくれた。本当にごめん、妹にはきちんと怒ります。その時は席を入れる前だったからね。最悪結婚なんてしない、この式代も全額負担してよとか言われる可能性もあったからね。でも夫と義妹は別だし、義両親も怒っていたし、あの義妹とはこれから付き合わなければいいかと思った。それから夫と席を入れたのだが、私は義妹がいる義塾家にはほとんど行かなかった。どうやら結婚式でのことはまるで反省していないらしく。いい男に出会いたかったのに邪魔されたとまで言っているそうだ。もちろんその度に義父に怒られているのだが、全く分かっていないみたい。そんなんだから絶対会いたくなかった。それから数年後、なんと義妹が結婚すると夫に伝えられた。結婚相談所で出会ったんだってさ。そっか、これで義実家から出ていくならいいと思っていた。しかし、いきなり義妹から電話が来たのだ。ちょうど義妹は結婚式の打ち合わせがあるからいないということで、義実家に2人で訪れてきた時のこと。もしもし？ふざけんなよ。は？いきなり怒鳴ってきて絶句した。私は義両親たちにも聞かせようととっさにスピーカーにした。あんたのせいで結婚できなかった、そう叫ぶ義妹。とにかくギャンギャン言いまくり、何事かと思ったら、彼氏にあんたのこと話したら断られたんだよ。は？何を話したの？義妹、結婚の話が出ていた彼氏に私のことを大学中退、20歳で出来婚ニート、アル中&ニコ中とボロクソに伝えたそう。横で聞いていた夫と義両親はびっくりして口を開けたままにしていた。そんなのが身内になるなんて無理だって言われた。大学なんてそもそも行ってたことないし、出来婚じゃないし、酒は好きだけどタバコなんてやったこともないんだけど、働き先で酒税タバコ税を担当していたことがあるイコール、ことめの中でアル中ニコ中になっていた模様。あんた何言ってんの？え、お母さん聞いてたの？夫も義両親も聞いていたと気づいた時のことめの慌てっぷりと言ったら、違う、間違えた、人違い、何にも言ってない。もう泣きながら言い訳しててカオス。泣くくらい肝が小さいならやるんじゃないわよ。誰も何も言ってないのに途中で勝手にわめいて電話は切られた。アホな娘で申し訳ない。義両親が本当にかわいそうだった。それから私たちが帰った後に義妹も戻ってきて、そこでも泣きながら言い訳しまくりだったみたい。もう関わるつもりはないから私にはどうでもいいが、結婚は本当になくなったそうだ。あんな性格だし、結婚しても絶対すぐ離婚になってたと思うよ。確かに。この件では義両親もついに呆れ果て、義妹を独り立ちさせるべく追い出したそう。なんで？私バイトしかしてないのに
結婚もなくなったんだよ。自業自得だろ、自立しろ。20万ほど渡して鍵も奪ったみたい。それから2ヶ月ぐらいは何の音沙汰もなかった。だが義妹は忘れた頃にやってきた。とある日曜の朝、いきなりインターホンを連打されたのだ。お兄ちゃん助けて、ここに住まわせて、私大変なの。っていうか結婚ダメにしたんだから責任取って。インターホンだけでなくドアもガンガン叩かれる。夫と私は驚いたが絶対にドアを開けなかった。何の用だ、自立しろって言われたんだろ。できないもん。本当なら結婚して楽しく暮らしてるはずだったのに。壊したのはお姉さんじゃん。だからまたイケメン見つかるまで責任取ってよ。いや、むちゃくちゃすぎる。全部私のせいと泣き続ける義妹。夫はすぐに義両親へ電話した。駆けつけてくるとさらに義妹は切れまくり。何してんの。お姉さんが悪いんじゃん、私悪くない。この大騒ぎにご近所さんも見に来て恥ずかしくなってきた。早く入れてよ、ねえ。やめろと言ってるだろ。やがてご近所さんが通報したのか警察も来てしまった。見るなりゆかは大声を出した。ああ、この家の人に私は騙されたんです。助けてください。え、お話を詳しく。逮捕するのはこの家の中にいる女です。警察も来たので仕方なく私たちも外へ。思ったより近所の人が集まっていて恥ずかしくなった。皆さん聞いてください。この遥かって人は私の結婚をぶち壊したの。家にも帰れないの。落ち着きなさい。あまりにも騒ぐのでパトカーに押し込められる義妹。私や夫、義両親はこうなるまでの過程を一から話した。ああ、それは大変でしたね。それから警察署に連れて行かれ、最終的に義両親が引き取るしかなかったようだ。私もその後ご近所さんに詳しく話して誤解を解かなければならず、すごく疲れた。大変だったわね。また何かあるわよ。ああいうのって反省しないんだから。ご近所さんはそう言ってくれたのはありがたかったが、多分その通りになるだろうな。私たちに迷惑をかけるといけないからと義妹を追い出したが、仕方なく義実家に元通り住まわせると夫には報告があった。それがいいと思う。私たちだけならまだしも、他にも迷惑をかけそうだからだ。絶対にもうそちらには行かせないから安心してね。お母さん、そういうお母さんは本当に疲れているように見えた。夫とも話し合ったが、これ以上私たちが何かしても仕方ないし、義妹を刺激するのは良くないからと。そうしてあえて何もしなかったのだが、案の定義妹はやらかした。あの、結婚がダメになった元彼の実家に押しかけたのだ。ケンジ、お姉さんのことだけど、私の勘違いだったの。普通の人だよ。だから結婚できるからね。うわ。ニコニコしながらそう家にやってきたのはホラーでしかなかったとか。その元彼の方はすでに新しい恋人がおり、結婚直前だった。それを知り義妹は逆上。なんだよそれ、他に女作ってたってこと。ふざけんな。お前と別れてからだよ。警察呼ぶぞ。責任取れ。取れないなら慰謝料よこせ。広い庭を暴れ回り、石でガラスを割るわ、植木鉢を割るわ、自転車も車も蹴ったりして大暴れ。やがてまた警察を呼ばれ、本当に捕まってしまった。それが起きてから私たちに連絡が来たので、もうあぜん。そこまでするなんてと。元彼の方はそこそこ立場あるご両親だったので、かなり怒っているそうで、全て弁償させ慰謝料も請求すると言われたそうだ。義妹は元彼と結婚できないのが信じることができないでいた。裏切られた、許せない。結婚するのは私だったのに。あんたね、自分の勘違いからこんなことになったんでしょうが、人のせいにするんじゃないと何回言わせればいいの。被害届は取り下げられず、しかるべき罰を受け、慰謝料やら壊されたものの弁償代やら含めると500万を超えた。車と自転車がかなり高価だったみたい。それから弁護士から接近禁止も言い渡されたそうだ。なんで？なんで私と結婚した方がいいのに、なんでそんなことになるの？おかしい。あまりにも反省しない義妹、見かねた私はある提案をした。あの、私一旦そちらに行ってもいいですか？え？何をするの？ちょっと義妹の様子を見るだけです。夫にも言って、私はしばらく義実家で暮らすことに。義妹は毎日ギャンギャン言って周りが悪いなんてわめくところを、私は冷静に対応していった。え、なんでずっと騒いでるの？家事はしないの？結婚するつもりだったんだよね？まだ親にやらせて自分はゴロゴロしてるだけなの？
私は娘だし、可愛いのが仕事だし。可愛いってもう30過ぎでしょ。家事も何もしないのに結婚するつもりだったの？もう今日からバンバン家事やらせるからね。その日から朝早く叩き起こし、洗濯、食事、掃除を全部までやらせまくった。泣いてもわめいても甘やかさず。なんでこんなのやらせるの？嫁に行きたかったのにできないの？じゃあ捨てられるのも当たり前でしょ。その口が悪いのも直しなよ。いつも思い通りになると思ってんの？恥ずかしい。早くちゃっちゃとやりなよ。義母はやっぱり甘やかしてしまうところがあるから、他人の私がズバズバ無神経に言っていくのがいいだろうと思ったのだ。はあ？洗濯も畳めないの？今まで何してきたの？自分の絵も若くないのに手伝いすらしないとか。あんたは何が作れるのよ。まさか目玉焼きすら作れないの？嘘でしょ。それで結婚して何するつもりだったの？お手伝いさんなんていないんだよ。ああ、バリバリ働くつもりだったんだね。こんなんじゃ専業主婦なんてできないもんね。だから掃除機は角もやりなよ。なんで四角い部屋を丸くやんのよ。五十とってこんな気持ちかと思いながらビシビシしごいた。泣いてもわめいても私がさらに怒るだけだと気づき始めたのか、泣きながらようやく家事をやり始めた。たまには親にプレゼントもしてるよね。してないの？感謝の言葉も言ってないの？どういうこと？やってもらって当然だと思ってんの？朝5時から17時までしごきまくって、ようやく家事ができるようになってきた。逃走しようとしても私が追いかけて捕まえる。まあお金もないし逃げるところもないんだけど。私がいなくなって元に戻ったら許さないから、いつまでも私はここに来るからね、と言い残して義実家でのお泊まりは終了。今井はもうげっそりしていたが、自分から家事ができるようになった。性格の方は変えられないけど。はるかさんに感謝の気持ちはないの？ありがとうございます。どういたしまして。それからというもの、今井は真面目に暮らし始めてくれたと信じていたが、実家で楽できないのはやっぱりおかしい。こんなとこいたくない。やっぱり反省と改心なんかしていなかった。むしろこれでイケメン捕まえられると言っていたらしい。まあ家事はできるようになったからね、それで誰かと一緒になっておとなしくなってくれればと願うが、やはりうまくいくわけもない。出会い系サイトや婚活パーティーに行くも誰にも相手にされなかった。みんなに性格が合わないとバッサリ言われてしまったようだ。家事もできるようになったのになんで？自分の直すべきところに気づいていないのだから、きっとこれからもうまくいかないだろう。私に感謝の言葉もなく、同じようなことを繰り返そうとしている義前を見て、今度こそ本当に義実家は絶縁することに決めた。もう面倒見るのも馬鹿らしい。自分のことは自分でできるだろうし、責任も自分で取ってほしい。義母かなり悩んだみたいだけどね。家事もさせてなかったのは自分の責任だと言っていたし、それから男とくっついては離れを繰り返し、何度も義実家を頼っていたが、絶対にドアは開かれなかった。うちも同じように義前からのコンタクトは一切遮断。本当に私みんなから絶縁されたの？そこでようやく気づいたみたいだが、時すでに遅し、頼る男もおらず、夜の店で住み込みで働いているとか、払うべきものを払っていないから取り立てが来たとか、公園に住み着いてるのを見たとか、ご近所さんからちらほら聞くように。慰謝料や弁償代のこともあるしね。きっとああは言っても義両親はどこかで義前のことは把握していると思う。きっちり責任を取らせないといけないしね。私の方はなんと新しい命がお腹にいることが判明。まあ本当に体大事にしてね。何でも言ってちょうだい。大喜びしてくれた義両親、その気持ちは嬉しいけど、きっとあまり関わらせることはないかもしれない。だってあの義前に家事も何も教えておらず、娘可愛さに野放しにしていたのだから。可愛がることは誰でもできる、でも子供のことを厳しく接することも大切なのだと今回のことでよく分かった。夫も同じ気持ちでいてくれたようで、産後は2人で頑張ろうと言ってくれた。この子の未来のために親としての義務は果たすつもりだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。